けぼが作ってめっちゃ描きそう。うん、これも買うんでしょ。描くやつですよね。うん、ノート買ったらやって、これ持ってて、うん、シャーペンとかね、シンプルかわいい。かわいい、ね、どっか鉛筆持ってんじゃん、マジルスで鉛筆 2D のね。これリミちゃんにいいかな。リミ良さそうじゃない、買ってく。うん、リミそのシンプルの鉛筆喜びそう。かわいい鉛筆とシャーペンとボールペン、うん、あボールペン短いんだね。ほんとだ、それがいいね。いい感じ、うん、あとはなんかわいいね。かわいいね、定規。前この黒を使っててさ。うん。これかわいくない？あ、折り曲がるやつもあんだ。めっちゃちっちゃいやつ。15センチの定規。でもいいね。かわいいよね。かわいい。これかわいい。これだけ高いわ。なんで？やっぱ値段が張るの？250円。おー、それはでもしょうがないよね。ほんとだ、あ、これ50円、他の安いね。これ50円、100円、119円。これとこれは、ここで250円。え、このでっかい方はいくら？250円。あ、同じなんだ、でっかくてもちっちゃくても、うん、なるほど。なにこれ、印が書き込めるメジャー。へえー、面白、面白、そんなのあるんだね。ねえ、これ欲しい。これ良かった、ママ学生の時に使ってた、うん、ちょっと細いんだよね、 0.38。 ほんとだ、いいね、書きやすかった。ほんと、サラ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 、使いやすかったこれ買います。はい、みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はこちらの無印良品で買ってきたね、ものを紹介していきたいと思います。で、まあ、日常で使うものですかね。文房具とか、とりあえず私が欲しいものを買ってきました。じゃあ最初に文房具を紹介していきます。で、まあ、最初にね、手に取ったのがペンだったんですけど、まずね、この、六角のシャーペンを買いました。これね、私太いの持ってたの、太い黒いの、まあこれじゃないやつなんだけどね、違う形で、けどなんか無印のシャーペン超書きやすくてなんか欲しいなと思ったので買ってきました。でね、あとなんかママが学生時代に使ってた頃のペンがあって、めっちゃ書きやすかったんだよなこれとか言ってママ見てたので、あ、そうなんだねと思って、お母さんのね、もう学生時代を受け継ごうかなと思ってそうなの、新たに2本買ってきました。これをこのね、なんていうペン、原インキーボールペン、うん合ってるはず、わかんない、まあ、このねペンを買ってきました。で、細さが 0.38 で、はい、100均とかに売ってるのも断然細くて、はい、無印ならではですね。次は鉛筆買ってきました。これはリミちゃんのね、いいかなと思って、お勉強に、まあリミが使わなかったら私が使うんですけど、学校とかで、この無地のさ、木のさ、このさ、なんていうの、昔感、昔感か
可愛いよね。半端なく可愛い。一目惚れです。で、あと白いマスキングテープ。これはママが買ったんだけど、最近流行ってるよね。お風呂とかにさ、白いマスキングテープ貼るのとか100均とかで売ってるしさ。最近白いマスキングテープ流行ってるよね。流行ってるかもね。だよね。なんかいろいろかけるしいいかなとか。うちらも流行りに乗っちゃって。そういうわけじゃないか。で、あとハサミですね。ハサミは最近ね、ハサミバッグとかに入れときたいなと思ってて、でその時に無印に行った買いました。そうそう、最近無性にねバッグがねハサミを求めてるんよ。たまに使うよねハサミ。そんなの可愛い。私こういうミニサイズ好きなんよね。はい、使います。で、ラストはノートです。これは普通に買いましたノート最近なくて買いました。はい、これはね、はい、シンプルなノートが一番いいよね。いいよね、かわいいよね。他にもさ、こうなってない、なんていうの、うん、普通のね、普通の紙みたいなやつもあったし、線がついてるのもあったし、いろんな種類があったので、はい、よかったです。いや、楽しみだね、使うのが。シンプル好きは無印は最高だよね。最高。柄がないしね。そうなんです。次にスキンケア系って言っても、まあそこまで買ってないんですけど、これと、まあこれですね。まずこれが乳液です。私乳液使ったことがなくて、今までずっとねこの無印の鈍感肌用高保湿タイプの化粧水使ってたんですけど、この前お友達の家に行かせてもらったことがあって、乳液持ってたの、無印ので。聞いたの、どんな感じって、いい感じみたいなこと聞いたら、あ、もういいよって言われて、それで欲しくなっちゃって買ってきました。超使うのが楽しみです、本当に。ついにデビューですね。デビューです。友達にね、めっちゃいいよって。でもやっぱ多いよね、しんちゃんまだ使ってなかったんだね。無印使ってる子多いよね、やっぱ ね、友達もみんな一式無印でさ、やっぱ無印いいなと思って、で、これを買ってきました。使うのが超楽しみですで、あとこれはもうただ単に綿棒の替えですね。もう綿棒なくなってきちゃって、はい、新たに買ってきました。なんか前回も買ってね、サイズ、そうケースがあって、それにぴったりだった、ね、超ぴったりで、これパッと入るのめっちゃおすすめです。まあ人の家庭のこれのサイズ感にもあるけど、うんね、どこに入れるかとかで、ね、それあくまでもねケースに入ってないからね。そうなの、だから私はおすすめなんですけど、みんなはみんなのケースが特で買っただけです。だからみんなのさ、ケースのサイズがどれくらいかわかんないから。そうね。まあ、いない一軒で買うのかもね、綿棒は。そうかもね。わかんないけどね。はい。でも無印も安かったよね、その綿棒。そうなのね。普通にね。ね、本当に。はい。はい。はい、ということでね、次っていうかもう最後なんですけど、はい、最後にね、こちらの、このバーム編。バーム系、このなんていうの、食べ物を買ってきました。で、これまあ家族で食べようと思って全種類違うんですけど、まずこのさつまいもバーム、これパパですね。まあパパのね好みが分からなかったの、うちら。でもさつまいも好きだよね、パパ。まあね、分かんないけどなんか甘いものあんま好きじゃないイメージがあって、あんま食べないよね、パパ ね。だからちょっとめっちゃ迷ったんだけど、でも買わないのもなんかね、だよね、あ、パパの、あ、パパ甘いの嫌いでしょ、買ってきてないよって言ったらさみたいな顔になりそうで。確かに買ってきました。で、次にこの塩バニラバーム、これは私です。めっちゃ美味しそうじゃない。美味しそう、好きそう、じいちゃんが好きなの、こういうので。メロンスコーン、これまパパ、ママだね。ママです。美味しそう。これはママです。なんかこれ季節限定らしくて、あ、私のこれも季節限定なんですけど、うん、ママのも季節限定メロン、美味しそうですね。季節限定なの。うん、季節限定って書いてあるの、うん、で、ミミがこのチョコスコーン、
いやー、りみちゃんがもう見た目から好きそうで、もうりみちゃんね、チョコね、そう、こういうの好きだよね、うん、ということで、はい、以上ですね、この食べ物系は、ということでね、今日は無印良品で買ってきた私が欲しかったものを紹介してみました。はい、ということで、それではバイバーイ。ペンとかさ、お揃いにしたくない？お揃い？お揃い。誰と？みんなと。ああ、いいんじゃない？いいよね。おすすめです。お揃いにしましょう。あ、そういうことね。そういうことよ。視聴者さんがお揃いにしようってこと。そういうこと。みんなも買ってね。六角シャープペン、消しゴム付きです。勧めてるし、黒いやつです、黒いやつ。バイバーイ。バイバーイ。